はい、皆さんおはようございます。高井健一のお絵かきチャンネルライブ配信です。今朝はね、初心者向け線の練習についてね、お話しさせていただきたいと思います。ありがとうございます。早速ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。はい、というわけでね、もう今日は早速前振りからいきたいと思います。ね、いつものようにね、若干の前振りを。なんで線の練習がね、必要なのか。あと、この練習をすると何の役に立つのかっていうことをね、お話。まずちょっとだけお話しさせてください。ここにね、書いてありますよね。立方体っていうものです。立方体。これをまずこれを書けるようにね、なるために必要なのが直線です。直線。ここにね、直線が 1,2,3,4,5,6,7,8 9本、この立方体っていうのは直線が9本でね、構成されています。で、僕絵を描いているとき常々ね、僕は箱信者です、箱教徒ですって言ってますけれどもね、箱描く感覚があるとね、お絵描きがね、ちょっと上手くなるっていうことがあってね、箱描けたらいいなっていうことなんですよね。箱を描くために直線が必要だから、まずは直線描く練習をしましょうっていうことなんですね。で、はい、ここで一つ考えないといけないことがありますね。練習って文字ね、あんまり見たくないですね。練習ってね、ちょっと僕もね、こういう線の練習って書いていて、練習ってどうなんかなってね、練習って聞いたら、ああやりたくないなって思われるかもしれんなと思ってね、練習、あんまりね、練習っていう風に思わないということは、むしろね、こっちですよ、こっちが大切。ゲーム感覚。顔が、なんか映ってますね、なんか。黒い背景にすると映り込みやすくなる。びっくりしたわ。僕、顔を映してもね、面白くないんでね。絵を描く人は絵が顔だからね、僕の顔を映してもしょうがない。はい、というわけで、早速ね、どういう風にして、ね、描いていくか、あ、じゃないや、段取り悪くてごめんなさいね。で、早速ですけれど、皆さんね、描くものを用意してください。描くもの、今日はね、描くものを用意して、紙でも、紙と鉛筆とか、紙とシャーペン、紙とボールペン、ね、紙と色鉛筆、なんでもいいですよ。あとは、ペイントソフトでもね、ペイントソフトでもいいですし、iPad とかもあるじゃないですか。iPad。こういうものでもいいですよ。こういうもの。iPad。なんか変なもの書かれていてびっくりした。なんか絵が書かれてた。昨日のあれですね。シルエットで書くみたいなことで、なんか奇妙なもの書かれてましたけどもね。こういうもので直線の練習してもいいと思いますよ。直線の練習。ミスタ起動済みです。ありがとうございます。はい。というわけで、もうね、前振りがもう5分ぐらいやっちゃったのでね、もう今日はちゃっちゃと進めていきましょう。いつも前振りだけで20分とかかかってるからね。で、まずのね、今日のね、まずの当面の目標。キテイランさん、訂正クリスタです。クリスタ、はい、ありがとうございます。今日のね、目標、これ。これ書けるようになりたい。これ書けるようになりましょう。で、その、これですね、線を書けるようになりましょう。で、プラス。ごめんなさい。ちょっと風邪気味で、喉もやられちゃってるね。喋りと、なんか咳払い増えますけども。で、直線が書けるとね、ワンモアシンク。立方体が書けるようになった後、まあ、後でも先でもどっちでもいいですけども、直線が書けるとね、曲線もね、実は書けるようになるっていう話もね、今日させてもらおうかなって思ってます。直線と曲線っていうのは、違うものだって思われてる方もね、いるかもしれないんですけどね、直線の練習と曲線の練習って別じゃないのって思われてる方いるかもしれない。実は同じです。同じです。直線も曲線も同じです。考え方同じなんでね、この話もね、後半にさせてもらいますよ。で、じゃあもう、早速行くまで何分かかってるんだって話だけれども、まずね、そうだな。リアルサイズ。
5センチ。皆さんね、まず何もないところにね、何もないところに、どういう方向でもいい、どういう方向でもいいので、どういう方向でもいいので、直線、5センチのね、直線書いてみてください。5センチ。5センチ。5センチって言ったら大体このぐらいです。このぐらい。人差し指よりはちょっと短いぐらい。人差し指よりはちょっと短いぐらいの直線をね、で引いてみてください。シュッ。この時にね、シュッって言うとね、ちょっとがこうまっすぐなるかもしれん。シュッ。シュッ。シュッ。あ、ちょっと曲がった。シュッ。シュッ。どういう向き？これ、なんでしょう。カメラ引いて見てると、なんか、もしかしたら直線ツールでも使って引いてるんじゃないかなと思われる方いるかもしれません。実はね、そうではないですよ。サブツール出して、ね、ほら、ペンツール。ペンツール選択されてますね。で、補正についてはね、あっていいと思います。僕、補正オンにしてます。補正についてはあっていいと思います。オンにしていていいと思います。よいしょ。今の状態で手ブレ補正10ですね。手ブレ補正10。手ブレ補正使える人は手ブレ補正も使ってください。ね。僕は手ブレ補正使わないよっていう人は使わなくてもいいけど、僕は手ブレ補正ね、バリバリ使ってます。手ブレ補正、バリバリ使ってる。ここにね、手ブレ補正強いペン、なんていうのも用意してます。手ブレ補正40。クリップスタジオペイントでね、手ブレ補正40のペンと、手ブレ補正10のペンを使い分けてます。で、ここでね、まずね、今の状態で5センチの線をね、キュッキュッキュッって引いてみてください。キュッキュッ、引けますか？引けます？引けます？引けてますか？はい。で、これね、線の練習をするって言って、YouTube にね、YouTube に動画が結構上がってますね。線の練習って言って、線の練習は、たくさん線を引くことが大切である。まあ、その通り、それはその通りなんだけれどもね、ちょっとだけ答え、言葉が足りていない。言葉が足りていない。その何が足りてないかっていうと、線の練習をするときに、大切なことなんで書きますね。今朝喉が大変やばいです。僕書くことね、とっても大切なんでね、赤で書いてることはね、頭の片隅にでもね、ちょっと置いておいてくれるとね、ありがたいなって思います。はい。線の練習。あれ、練習ってどんな字だっけ？東。線の練習で考えないといけないこと。考えた方が良いこと。これをね、頭に入れとってください。良いこと。ね。どこをつなぐのか。これです。ツールちゃんたちが邪魔。ツールちゃんたちが邪魔。はい。これです。線の練習をするとき、考えた方が良いこと。それは、どことどこをつなぐのか。っていうことです。闇雲にただ単に線をね、ちゅい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 。これはね、直線が描けるようになるだけで、絵に必要な直線のスキルとしては足りてないんですよ。足りてない。本当に足りてないんですよ。これってまっすぐな線が引けるだけで、もう一つ足りてない。で、直線を描くときって何が大切かっていうと、一つはまっすぐな線が引けること。そして二つ目ですね。ちゃんとそれを書いとかんとき、それを書きなさいって話よね。今日も段取りが悪いですね。ごめんなさいね。
あれなんです、僕言うことのね、プログラムを作ってないからこういうことになるんですよ。ね、いけませんね。いつも行き当たりばったり。1。まっすぐな線を書く。書く。で、2のことをね、2のことを言ってない人が結構います。2のこと。線の練習においてね、2のことを言ってない人が結構いる。ので、これをしっかり頭に入れてください。どことどこをつなぐのか。ね。なんでそういうこと考えないといけないかっていうと、おや？ここがなんか赤色に染まっているんですが。うん、はい。これ思い出してください。立方体。立方体はね、9個の線で構成されてますよね。はい。で、考えてみてください。このね、立方体、9個の線で構成されているんだけれども、9個の線が、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、9個線引きました。はい。これ立方体になってますか？なってないですよね。なってない。これなんでか。どことどこをつなぐのかっていうことが全く認識されてないからこういうことになるんですよ。はい。そうでしょ？どことどこをつなぐのかっていうのをしっかり考えてあげないと生きた線にならないんです。生きた線にならない。ただの独立した線はただの線だ。ね。これをつないであげるんですよ。例えばね、1、2、3、4、5、6、7、8、9。こんな感じで使う、ちょっと歪んでますが、歪んでるのはちょっと僕絵が下手くそっていうことでご容赦ください。この9本の線がつなぐっていうことを意識すると、線が生きてくる。そして、物が書けるっていうことにつながっていくわけです。はい。これが前提。これが前提。おや？おや？これね、これが前提です。よいしょ。ここを切り消して。というわけで、線をね、書くこと、線の練習をするときに考えた方がいいことは、一つはまっすぐな線を書く。そして二つ目は、どことどこをつなぐのか。これが大切。で、そして今日の本題に入っていきます。はい。本題、お待たせしました。13分ぐらいお待たせしました。この間にこう、なんか離脱されちゃった方もいるかもしれません。ごめんなさいね。前置きがいつも長いですね。で、はい。この2番。この2番をやるために今日はゲーム感覚でこのどことどこをつなぐのかっていうことをね、やっていこうと思います。まずね、皆さんね、こういうふうに5センチの線をこういっぱいいっぱい書いてみたと思うんですよね。はい。で、皆さんね、今日書いてくださいね。今から言うことを書いてください。来ていらんさん。ありがとうございます。なんか、泣けてくる。ありがとうございます。で、書いてください。今から言うことをね、書いてくださいね。こうするんですよ。こうするの。こうしたらね、ちょっと直線書くのが楽しくなるかもしれない。あ、そしてね、まあいいか。後で言おうね。はい。まずね、白い紙。やっぱりね、同じく、5センチぐらい。もうちょっと話そうか。おはようございます。あ、おはようございます。今日ね、線の練習がね、ちょっと楽しくなるかもしれないね、方法について、今から本題に入ります。ね。で、今まで13分ぐらいね、ちょっと前置き。なんでそういう練習が必要なのかなっていうことをね、お話しさせてもらいました。ね、そのことについてはね、ライブアーカイブをぜひご覧ください。ね。で、線の練習に、ね、当たってですね、2つ考えておいた方がいいということがありますので、ここに書いてます。1、まっすぐな線を書く。2、どことどこをつなぐのかっていうことをしっかり意識する。ということで、やっていきます。お待たせしました。はい、皆さん、紙とペン用意してください。で、ペンを持ってください。はい、ペン持ってくださいね。で、そしてね、紙にね、これを書きます。ね、直径2センチぐらいの円。はい。で、円が描けないよっていう人、これ別にね、綺麗に描く必要がないです。はい。そして、リアルスケールで10センチぐらい。はい。そしてね、リアルサイズで10センチぐらい離したところに、もう一個円を描いてください。
あ、10センチちょっとレベル高いかな。5センチ、やっぱ5センチぐらいにしよっか。5センチぐらい。最初はできるんだっていうことを確認してもらったら、5センチぐらい。ちょうどね、人差し指1本分ぐらいの距離。ね、人差し指の先に回る。で、人差し指の根元に回る。ね、ちょうどこうね、こうポチッと、なんかポチッと押せるボタンをこう2つ書いてください。そしてね、こうするんです。あのクリップスタジオとか使ってる方はね、これ拡大しないでくださいね。この長、このリアルの長さが大切です。このリアルの長さが大切なんで、拡大しないでくださいね。で、逆に縮小もしないでくださいね、キャンバスのね。この拡大ね、拡大しないでくださいね。縮小しないでくださいね。で、やり方です。で、このね、この丸のどこからでもいいです。どこからでもいいです。ペンを置きます。わかります。でね、ここがゴール。ここがね、スタート。ここがゴール、ね、ここから始まって、ここのゴールでピタッと線を止めるっていう方な練習方法なんですよ。これどうですか、できますか。 1,2,3。 あ、ちょっと歪んだな、ちょっと歪んだな。もう一回やってみようかな。 1,2。 あのね、これね、やるときね、素振りしてください。素振り、こういう風に、あの直接まだね、線引かないでね、素振りをして、いけると思ったらペンをね、ここについて、1,2,3。またちょっと歪んだな。ちょっと歪んだな。シュッ。シュッってね、シュッって言ったらシュッってできるかもしれない。シュッ。ダメか、ダメか。シュッ。あ、今度結構うまくいった。今結構うまくいった。これ綺麗にね、綺麗な線で、ここから始まって、ここにゴール。ね、この円の中だったら、どこから始まって、どこに行ってもいいです。もうここからね。シュッ。うん、ギリギリ入っとる。ギリギリ入ってるね。ギリギリ入ってたら OK ですよ。もうこのね、丸から丸に向かってね、線を引く。はい。え、桜井さん、たったそれだけって思う人いると思うんだけれども、これがね、結構ね、やってみるとね、難しいんですよ、最初。結構難しいんですよ。はい。で、これがね、レベルどのぐらいですか？レベル1。はい、これがね、レベル1です。はい。レベル1です。はい。どうしたら？レベル2。レベル1楽勝ですね。レベル1楽勝ですね。レベル2。どうするかっていうと、察しのいい人分かると思うんだけれども、こんなの桜井さん簡単だよ。できるよっていう人、はい。OK ですか？直径を1センチに変えます。面積で言うとね、4分の1ぐらいになりますよ。直径を1センチに変えるんですよ。距離は同じですね。人差し指の先端から根元に当たるぐらいに丸を描く。どうですか？なんかちょっと緊張感が増してきたんじゃないですか？同じくね、スタートはここですよ。スタートが上で、ゴールが下です。ね。ここで、で、こう拡大縮小ねしないでくださいね。このリアルのサイズが大切です。リアルのサイズが大切ですので、拡大縮小はしないでください。で、またね、ここから始まって、ここに行くようにするんですよ。で、うん、貫通したらダメです。ここまで行っちゃったらダメです。あのですね、貫通したらダメなんですよ。そこで止めることが必要。だからこれは失敗です。これ失敗。このね、この中で止める。必ず中で止めてください。中で始まって中で止める。で、素振りをして、素振りをしてからの、シュッ。途中ちょっと歪んじゃった。途中ちょっと歪んでますけども、開始点と終了点はね、収まってますよね。収まってる。もう一回行こうか。結構ね、結構な数線を書いてきてもできないもんなんですよ。だから、忘れた頃に、ね、直線の練習はね、した方がいいと思います。1,2,3。ああ、どうでしょう。どうでしょう。こんな感じですよ。はい。皆さん、ここまでどうですか？書けたって人は書けたってコメントをぜひください。皆さんが書いてるのかどうかっていうのは、コメントからでしかご判断できないのでね、先に進んでいいのかなっていう。判断が必要なのでね、ぜひコメントください。はい。はい。察しのいい人。もうね、なんとなく分かってきてると思うんだけれども、レベル3。
5ミリ。直径5ミリ。直径5ミリ。あ、微妙ですか。あの、微妙な場合はね、そのレベルを進めないで、そのレベルにとどまって、あの、その最初から、スタートからゴールにしっかり行けるようにつないでください。で、これね、あの、円あるでしょう、円。こう一個、別に一個しか用意してはいけないってわけじゃなくて、引くたんびにね、円こうやって用意してあげていいですよ。引くたんびに。あ、もうずれちゃった。引くたんびに円を用意してあってね。円にしたよ。な、そこ、すでに、あ、そこに気がつくと。実はね、実はその、レベルを上げて、あの、レベルマックス。レベルマックスの話がですね、実はね、点と点をつなぎましょうっていうところまで行くわけですよ。その間にちょっとレベル3をね、クリアしましょうね。ほっ。歪む。歪む。貫通した。で、貫通した。不代点ぐらい。いいとしようか。若干良くないけど、これでいいとしようか。はい。で、レベルマックス。レベルマックスは、この点と点をつなぐっていうことです。ここまで来るとね、もう、これができたらクリアです。ゲームクリアですよ。1、2、3。あ、貫通した。貫通した。よ、全然的外れ。全然的外れ。よ、いや、これ無理やりすぎでしょ。ここからカーブしてるから無理やりすぎでしょ。こんなもんか。ちょっとね、途中にニューって歪んでるけど、まあ、こういうことですよ。こういうことです。ね、つながったでしょ。こういうふうにつながったでしょ。皆さん、どうですか。今、皆さん、レベルどのくらいでやってますか。レベルマックスクリアできた人います。レベルマックス僕クリアできたよって人います。レベルマックス。はい。どうでしょうか。そしてですね、このレベルマックスがクリアできた人はね、これ実はね、ステージ1なんですよ。来てらんさん、多分できた。あ、そうですか。おめでとうございます。ということは、ステージ1がクリアなんですよ。これ、ステージ1がクリアなんですね。はい。じゃあ、ステージ2っていうのはどういうことかっていうと、はい、こっちなんですね。ステージ2。もうね、察しつくと思うんだけれども、ステージ2の察し。はい。こういうことです。またね、また直径2センチの円が登場するんですけども、はい。もう察しますよね。距離が 1.5 倍になります。距離が 1.5 倍。1.5 倍ですね。距離が 1.5 倍になる。で、これがステージ2のレベル1です。もう察しがつくと思います。レベル2は、直径1センチ。で、距離が2倍。1.5 倍、1.8 倍。あ、ちょっとね、1.8 倍ぐらいになっちゃってるけどね。1.5 倍ぐらいでいいですよ。距離 1.5 倍ぐらい。そして、レベル3が直径5ミリ。距離がね、距離が 1.5 倍。ね。これの 1.5 倍ね。そして、レベルマックス。が、点と点をつなぐっていうね、もう最強の。これがつなげたらもうクリアでしょ。ステージ2クリアでしょうね。こういうことなんですよ。ステージ2。ステージ1がね、クリアできた人はステージ2やってみてください。で、拡大縮小はしないでくださいね。レベル1はね、簡単なんですよ。この、スタートとね、スタート。スタートとゴールがね、でっかいから。いや、簡単なんですよって言って、それいきなり危険かったら、もうほんとごめんなさいね。まず素振りをしましょう。素振りを。で、つなぐ。シュッ。ね、つながった。ちょっと曲がっとうけどね、ちょっと曲がっとうけど、つながったよね。うん、つながったことにしよう。で、レベル2ですね。レベル2は1センチ。直径1センチの円と円をつなぐ。ね、こっから始まって、ここにゴールする。素振りをしましょう。
1、2、3。ちょっと曲がってる、ちょっと不格好な線だけどもね、あの開始と終了はぴったり、はい、はまってますよね。よしとしましょう。レベル3は5ミリですよ。素振りをしましょうね、素振りを。1、2、3。ダメ。できません。できんよ。いや、本当難しいんですよ。難しいんですよ。もう、今までに何百本、何千本って旋回できてもね、できんものはできんのですよ。1、2、3。あ、貫通した。貫通しちゃダメです。貫通しちゃダメです。止めましょうね。そこで止めましょう。しっかりとね。止めてください。もう一回いくよ。1、2、3。ちょっと曲がってる。曲がってるけど、まあ、よしとしましょうか。で、ステージ2のレベルマックス。ステージ2のレベルマックスは、点と点をつなぐね。距離はもう、こんなに長い。ね。これができても、これは難しいよ。これがつながったら、今日の線の練習はとりあえずクリアですかね。まず素振りをしますよ。ちゃんとつなげるのかな？素振りしますよ。つながったら本当、拍手喝采ですかね。ちょっとつなげる自信ないな。行こうかな。いいよ。あ、ほとんど季節。どんだけ、ほとんど季節が今入ったわ。よし、もう一回行こうか。よいしょ。カメラから見ると多分、言ってるように見えるけど、実は 0.3 ミリぐらい貫通してます、ここ。正直に申し上げますと、ここ 0.3 ミリぐらい貫通してます。ごめんなさい。でもね、こんな感じで練習していくっていうことです。ね。あの、拡大縮小しないでくださいね。ちょっとね、こう拡大してみます。惜しかった。本当に惜しかったんですよ。0.3 ミリぐらい貫通しました。0.3 ミリぐらい貫通した。うん。はい。で、これが、線の、僕のね、線の練習の方法、ね。ゲーム感覚で学ぶ線の練習の方法です。はい。でね、アレンジ。いろんな風にアレンジすることができますね。自分のやりたい方法ね、方法で、ね、アレンジすることができる。どういう風にアレンジする方法ができるのかっていうと、丸を書く向きをね、いろいろ変えてみるんです。こういう風に斜め。そして、上からじゃなくて、下から上がるとかね。あ、そうですか。ありがとうございます。早速、確認させていただきますね。あ、来た。あ、はいはい。あ、あのね、あの、ランさんのね、あの、メッセージ、上に遡るとね、いろいろ絵があってね、あ、素晴らしい。ランさん、本当昔、あの、本当以前からね、あの、帽子の、つば付き帽子が描けないとかね、ログホライズンのキャラが似ないとかね、ああいうと、あとは模写が役に立たないとかね、もうほんと長いことのお付き合いいただいてます。ありがとうございます。で、画像をコピーして、ここにちょっと、今、ランさんから送ってもらった線をね、紹介しますよ。はい。こんな感じですね。ちょっとリアルサイズ、これを人差し指の長さ、このぐらいですね。ステージ1。人差し指の長さ、ステージ2、1.5 ですね。つながってますね。ちゃんと、レベルマックスがつながってますね。これでいいですね。あと、これに、あれですね、若干こう、線に震えが見えるんで、線の震えはね、手ブレ補正使えばね、線の震えは消すことができるんでね。で、手ブレ補正を使いつつの、あともこう、目的のね、スタート位置からゴール位置につながってるので、それでも OK ですよ。で、線の練習したいなと思ったら、この練習をね、するといいですよ。丸を書いて、つなぐっていうね、練習。ね、ぜひ、やってみてください。あ、ランさん、ありがとうございますね。ありがとうございます。で、皆さんも、僕、書けたよってね、ステージクリアできたよって画像があったらね、送ってください。ここでね、ステージクリアね、合格、おめでとうございますっていうふうに、ね、こう、
話ね、ご紹介させてもらう、お名前と同時にね、クリアおめでとうございますってご紹介させてもらいますので、ランさん、クリアおめでとうございます。クリア。ね。で、今後もね、クリアしてもね、ゲームっていうのはね、何回でもやることができるのでね、何回でもゲーム挑戦してみてください。ね、ありがとうございます。で、先ほどね、アレンジができるって話をね、させてもらいましたけれども、アレンジですね。丸をね、まあ、どこにでもこう書いてみるんですよ。そして、つなぐ。貫通したらダメです。貫通したらやり直し。つながらなくてもダメです。つなぎます。まあ、揺れるのは、揺れない方がいいんですけどね。まあ、揺れるのはこういうの回転してあげてもいいです。こういうふうにね。ね、こんな風に。はい。そして、このね、アレンジをね、アレンジしていて、あれ桜井さん何しようとしているのか。ね。ちょっと察しがいい人、なんかね、こうチラチラ見えてますけど、ちょっと察しがいい人、何をさせたいのか。ちょっとなんか分かってきませんか。チラリ。もうお分かりかと思いますけども、これが書けるんですよ。これが書ける。ね。アレンジしている、このね、丸あるでしょ、丸。この丸を、こういうふうに配置してあげると、これが書けるんですよ。はい。じゃあね、いきなりこれっていうのもね、難しそうだから、4つの丸書いてみましょう、4つの丸を四角形になるように配置します。こういうふうに。四角形になるように配置します。そしてね、もう、キャンバス回せると回してもいいと思いますよ。で、書きやすい方向に回してもらって、つなぎます。はい、こういうことです。ね、ゲームを実践に投入。ね、でここはね、シャトー A 法で、いきましょう。丸をさらに3個増やします。1、2、3。どこら辺に増やすかっていうと、この線から45度で上がったこのあたりに丸を3個増やします。そして、またゲーム感覚で丸と丸でスタートとゴールをつなぎます。ここはね、もう拡大縮小とか回転とかね、もう自由に使っていいですよ。使ってください。で、しっかりとつないでください。これでシャトー泳法でね、立方体ができるっていう寸法です。はい。まずこれ挑戦してみてください。ステージね、ステージ1とステージ2クリアした人ね、このシャトー泳法、アレンジ練習法、ね。ステージで言うとな、ボーナスステージじゃない、なんだろうな、エクストラステージとも言いましょうかね。エクストラ、EX ステージ。エクストラステージ、アレンジですね。エクストラステージ、アレンジ。丸の配置の仕方は、正方形になるように配置。そして、45度で上がるような感じで、ここにもう一つ。ここにもう一つ。ここにもう一つ。置きます。そして、つなぐ。ね。ゲーム感覚でつないでください。1、2の、はい。つないだ。ね、速度はね、もう書きやすい速度でいいですよ。ゆっくりね、ゆっくり書きたい人はゆっくり。早くした方がうまく人は早く。その速度はどっちでもいいです。つなぐ。スタートとゴールをつなぐ。で、つなぐ。で、つなぐ。ああ、歪んでる。形として歪んでいる。形という、これはね、丸の位置がダメなんですよ。丸の位置がおかしい。この辺かな。いや、もうちょっと左か。で、つなぐと。ね。こういうこと。エクストラステージ。ね。シャトー泳法立方体。エクストラステージ。これ挑戦してみてください。そしてね、かけたよって人はね、ぜひ僕に見せてください。かけたって人は見せてくださいね。はい。
でね、ステージこれだけで終わらないんですよ。ね。これあるでしょ。今日の最終目標はこれなんですよ。これはね、三点投資、頭角投影、まあ、ちょっと三点投資気味なんだけれども、頭角投影法、ね、頭角投影法に近い三点投資っぽい立方体。これよりもね、さらにかっこいい立方体、かっこいい。かっこいい。かっこいいってこと大切ね、かっこいい。頭角投影法に近い三点投資の立方体。で、これが、アレンジ EX ステージ2です。EX ステージ2。こっちが E エクストラステージ1ね。エクストラステージ1。シャトー A 法。エクストラステージ2は頭角投影法。三点投資気味な頭角投影法です。で、これ書くね。これ書く方法は、まず、まあ、いろいろとね、大切なんだけど、まずね、はい。上にひし形っぽく書きます。あ、丸をね。書きますじゃなくて、ひし形っぽくまずね、丸を配置します。はい。そして、まっすぐ下ろしましょう。まずまっすぐ下ろしましょう。こういうふうにね。まっすぐ下ろして、このあたり。で、ここがまたひし形っぽくなるように丸を配置します。落として、こうね。まずここでひし形っぽく配置して、で、落としますね。で、丸を、1,2,3,4,5,6,7 個書きます。キテイランさん、箱送りました。あ、そうですか。はい、はい、はい。そして、あれですね、僕の意図をもう先々汲み取ってくれてますね。僕の意図をなんか先々汲み取ってくれて、だいぶ。要するにね、僕はエクストラステージでね、丸を結構大きく書いてるんですけども、この丸自体もね、小さくしていきましょうっていうことをね、お伝えしたかったんですよ。はい。またランさん送ってくれましたけども、僕が書いている丸よりもさらに小さい丸ですよね、ここ。さらに小さい丸。これなんですよ。で、最終的には点と点をつないで立方体を作っていこうっていう風になれたら、もう本当の本当にゲームクリアです。ゲームクリア。ね、で、ランさんね、できてますね。できてますね。形も結構良い。形もいいですね。いいですね。ああ、いいな。いいですね。ありがとうございます。できてますね。できてます。ありがとうございます。できてる。できてる。OK です。OK ですよ。できてる。はい。ランさん、シャトー A 法もね、できてますね。続けて、頭角投影法にも挑戦してみてください。頭角投影法は、上面がひし形ですね。上面がひし形で、そこから3個下ろしていって、こういうふうに。頭角投影法。ちょっと頭角投影法に違うな。丸の位置がおかしいな。この辺かな。丸の位置変えたらダメやろうっていうのがちょっとなんか隠れ家間違えた。隠れ家間違えた。ありがとうです。了解です。はい、頭角投影法ね、やってみてください。これはね、頭角投影法、まず上に肘型作って、そこから線3本下ろしていくような感じですね。で、こう丸の位置おかしい。よいしょ。この辺かな。ちょっと形はちょっといびつですけどもね、ちゃっちゃっとやったらこんな感じ。時間かけてね、本来もうちょっと時間かけてやるものです。はい。で、すでにもうね、ランさんが先行ってくれてるんで、あれですけれどもね、今書いているこの頂点の丸、これをね、だんだんと小さくしていくんです。だんだんとね、このまた半分ぐらいにしましょうか。頭角投影法。丸の大きさを半分ぐらいにしてあげるんですよ。45度で上がる。で、ここは正方形になるように配置する。45度で上がる。レベル高くない。エクストラステージ3とでもしてみましょう。EX ステージ3。エクストラのステージ。ステージ3は、丸の大きさがちっちゃくなった頭角投影法に挑戦。ね。もう、うん、そうですね。拡大縮小も使っていいですよって言ったら、まあいいですよ。拡大縮小使っていいですよ。OK。OK。これの要っていうのはもう、つなぐってことです。つなぐってこと。つなげたらいいです。つなぐたら。つなぐってことです。はい。つないだ。
これあの形がいびつになるのは最初に置いた丸の位置がおかしいからですね。もう察しのいい人はもう次々わかると思うんだけれども、エクストラステージ4、これは等角投影法の丸をちっちゃくするってことです。半分ぐらいにね。で、下に落としてあげる。で、つなぐ。もう回転とか縮小とかもあらゆる手段使ってください。で、そういう手段を使っても、丸がちっちゃくなっていくと、どんどんレベルが上がります。上がります。察しのいい人はね、あと2つステージがあるってことがわかると思うんだけれども、はい。どんどん先行きましょうか。皆さんどうですか？欠けてます？欠けてます？やれてます？どうですか？ステージ。5は、いよいよです。点です。点です。見えますかね？キティランさん、書いたよ。書きました。書きました。はい。エクストラステージ5は、点のシャトー映法。つなぐんです。あらゆる方法を使ってつなぐんです。貫通しちゃダメですよ。つなぐんです。よいしょ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 。こんな感じですね。ちょっと本当形がちょっとやばすぎるんで、ちょっと直しますか。形やばいのちょっとだけ直していこうかな。いろいろと形やばいとこあるけど。いろいろ形がやばいです。まあ、形やばいのあったらね、直してあげたらいいですよ。きれいにきれいに書いてあげるようにしましょう。はい。で、かけまし。かけましたはい。でね、最後、今日の最後のステージね。エクストラステージラスト。ラストステージは、点による等角投影法。ね。あら、保存の季節。はい。こういうふうにね、点を書いてあげますね。で、この点をつないで、これを書くってことです。いきますね。ちょっと歪ませてあげたかったんで。ちょっと今の線は良くないな。ちょっとそこの点の位置がおかしい。点の位置がおかしい。ちょっと立方体に見えないけども、こんな感じですよ。ちょっと立方体見えなくてごめんなさいね。で、こんな感じですね。はい。で、線を描くっていうね、ちょっとこのもうツールちゃんたちちょっともう避けてもらおうか。これは、ツールプロパティ。これは、サブツールですね。キティランさん、送りました。あ、ありがとうございます。あ、描けてる。ありがとうございます。はい。今ね、今、ランさんに描いてもらったやつをね、貼り付けたい。んリンクの画像をコピー。画像、んあれ、画像がコピー。よし。そして、貼り付け。はい。今、ランさんに書いてもらったね、等角投影法ですね。書けてますね。書けてます。OK ですね。OK。他の皆さんどうですか？書けてます？書けてますか？はい。ありがとうございます。ありがとうございます。これでいろいろとクリアですね。いろいろとクリアですね。クリアした後もね、これからもね、こういう練習をね、続けていかれるとね、線がね、線描くのがね、どんどん
綺麗な線が描けるようになっていくんでね、ぜひ練習の方は続けてみてください。ね、ありがとうございます。ね、で、これからこれに行って、これに行って、これに行ったと。ね、今日のね、線の練習をゲーム感覚でって話はね、ここまでなんですよね。線の描くってお話はここまで。ね、で、エクストラステージにね、まあ、進めなかった人もね、進めなかった人はこっちのノーマルステージ、ノーマルステージの方をね、こちらですね、ノーマルステージの方を頑張ってみてください。ノーマルステージ1、ノーマルステージ2、ね、この長さはだいたい人差し指ぐらいと同じくらいの長さ。このステージ1がクリアできたら 1.5 倍ぐらいの長さに挑戦。最初のスタート位置は直径2センチぐらいね。2センチぐらい。2センチぐらいのスタートからゴールに入っていれば OK。貫通しちゃダメですよ。貫通しちゃダメです。レベル2は1センチぐらい、直径1センチぐらいの円をつなぐ。レベル3は 0.5 センチ。あ、違う。0.5、あ、0.5 センチね。0.5 センチ。5ミリですね。0.5 センチ。5ミリ。ここが5ミリ。最後は点です。レベルマックスは点。点と点をつなぐ。ね、これがステージ1。ね、ステージ2は長さが伸びる。で、また直径2センチ、1センチ、0.5 センチ、点。っていう風にやる。できたらエクストラステージに進みましょう。できたらエクストラステージ。アレンジ、エクストラステージ1。丸をね、こういう風に配置してあげてつなぐ。線は手首は固定して描きました。はい、そのあたりはね、固定する人と腕で描く人とね、両方いると思うんだけれども、僕もね、手首は固定して描くタイプの人です。なかなかね、長い線描くのは苦手なんだけれども、その代わりたくさん線をね、早く描くことができると思います。手首固定するとね。で、エクストラステージ2は、等角投影法のこれですね。で、だんだんとその丸をちっちゃくしていくんですね。エクストラステージ3の丸はこのぐらいの大きさです。等角投影法。エクストラステージ4、斜投影、こっちが等角投影法ね。こっちは斜投影法ですね。斜投影法。等角投影法。で、エクストラステージ5は点と点をつないでいく斜投影法。で、エクストララストが点と点をつなぐ等角投影法。三点投資気味の等角投影法。ここまでできたら今日のステージはね、本当にオールクリアです。オールクリア。クリアってどんな字ですっけ ?ER。おっと、ここまで来て最後、クリ。なんかちょっとわかりません。クリアっていう綴りが。クリアってどんな綴りですかね。クリア。ここが最後がなんかかっこ悪いぞ。クリアってちょっと調べさせて。クリア。七星蘭さん、かなで OK。ありがとうございます。CLEAR です。CLEAR ですね。CLEAR。CLEAR。オールクリア。ね。ラストの点と点をつないで、等角投影法っぽいのが書けたら、オールクリア。今日のゲームはオールクリアです。はい。でね、これで終わらないんですよ。線の練習のお話はここ、直線の練習のお話はこれで、今日はね、これで終わるんだけれども、はい。曲線って話がありましたよね。曲線。ジェフ、ブス、ジャパンさん、ゴッド、エベアミング。ん?グッド、あ、グッドイブニング。あ、グッド、グッモーニング、グッドイブニング。あ、グッドイブニング。ですね、そろそろお昼ですか。はい。で、これね、曲線ね、はい。曲線が直線と何が同じかっていうと、はい。ジェフ、ブス、ジャパンさん、グッドイブニング。グッドイブニング。はい。ようこそ。ようこそ。はい。でね、どうしようか。曲線。こういう曲線があったとするじゃないですか。で、これもね、同じ、考え方同じなんですよ。
ジェフ・ブス・ジャパンさん。うん。はい。はい。こういうね、こういう点があって、あって、まあ、それぞれね、まず直線でつないでみてください。こういうふうに。あ、最後つながってないな。こういうふうに。なんか点足りてる？で、こういうこと？で、こういう、あの、認識ね。認識。認識はこういう、この認識。この認識。点をつないでいくっていう直線でね。直線で点をつないでいくっていう認識。で、ちょっと歪ましてやりながらつないでいくっていうことです。どういうことかっていうと、3つぐらいだった方がわかりやすいですね。丸をね、3つ書きます。で、今までやってきたことはこういうふうに直線でつなぐってことよね。これをね、この3つの点を通るように、直線2つね、直線2つで書くような感じで、通ってない。通ってない。こういうことなんですよ。曲線を書くっていうのは、こういうことなんですよ。もうちょっと点をね、増やしてあげるとね、あの、レベルの難易度は下がるかもしれない。こういうふうに増やしてあげると。これだとね、まだやりやすいかもしれないね。こういうことなんですよ。曲線を書くっていうのは、こういうことなんですよ。ちょっとあの、もうこれ以上の説明多分できないとかないんですけども、こういうことなんですよ。丸をね、丸をつなぐっていう直線のさっきまでのステージの延長線上、さらにアレンジが加わったようなもので、直線で書くと、まあ、直線だね。これを通るように書いてあげるのが曲線になるんです、曲線。でね、これがね、何に活かせるのかっていうのが問題でしょ？直線かけた、直線かけたね。で、これ何に活かせるのかってお話なんだけれども、はい、皆さんね、顔を描くの大好きでしょ？顔を描くの。ね。僕がいつも描いてるこのラインですよ。このラインですよ。この輪郭のラインですよ。この輪郭のラインっていうのも、この認識からできてるんですよ。この認識。もう一つ丸増やしてあげようか。もう一つ丸増やしてあげようか。もう一つ丸増やしてあげようか。1、2、3、4、5、6、7。こういう丸があって、この丸をね、書かないけれども、書かない、この丸は書かないけれども、頭の中で、この辺に持っていってあげようかな。この辺、次は、こっちに膨らませてあげようかな。次はこっちにへこませてあげようかな。ちょっと角度浅くして下に落としてあげようかな。で、ここら辺に上げてあげようかな。最後はここら辺で止めようかなっていう風にな認識でやってるんですよ。スタートね。ここに丸があると思って、こっち向きに行って、で、次膨らませてあげようと思う。で、次下に落としていって、次ちょっと浅い角度にしたいと思う。そして上げてあげる、上げてあげる。ちょっと僕失敗しましたけどね。そういう認識。もう一回やってみようか。こっちに行く。こっちに行く。こっちに行って、こっちに行って、上げてあげる。ここと、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 ここ。ここがスタートで、ここがゴール。途中に丸があって、中継ポイントを通って、曲線っていうのができてます。こういう曲線っていうのは、中継ポイントを通ってできてるんですよ。なのでね、この曲線を書くっていうことは、根幹にはこれがあるんですよ。これが。根幹にはこれがあるんです。これが。この丸と丸をつなぐ。点と点をつなぐっていうのが根幹にあるわけ。点と点がね、つなげるようになったら、こういう認識で書けるようになる。ね、これをね、点でやると、1、2、3、4、5、6、7。これ7個点を打って、ちょっとつながらんかもしれんけれどもね、認識、そういう認識でやっているんだっていうことです。こういうこと。
ね、これいかがですか、これいかがですか。こういう認識でやってるの。だから直線が書けるようになると曲線も書けるっていうことなんですよ。書ける。はい。でね、そしてもう一つね、最後にもう一つだけ。今日ね、なんで立方体書いてもらったかっていうお話。ね。直線の練習をね、一生懸命して立方体をなんで書いてもらったかっていうと、はい。ここが今日の最後の話なんだけれども、じゃあこのオールクリアをしたこの立方体を使って説明させてもらいますね。こういう立方体が描けるようになると、面の向きっていうのが認識できるようになります。面の向きと面がね、どっちに向いているのかなっていうことが認識できるようになります。こういうふうにね。で、この認識ができるようになると何ができるのかなっていうと、萌え画像系魔法さん。なるほど。タイトルの意味理解できました。ありがとうございます。このね、面の向きが理解できるようになると、こういうふうにね、目鼻、耳、あとつむじとかのね、配置ができるようになるんですよ。顔。皆さん、顔を描くの大好きでしょ？僕も大好きです。その顔のね、向きをしっかりと固定できるようになるんですよ。こうやってね、立方体描けるようになると。で、ここに、ね、さっき練習したこの曲線を描く方法で、こういうふうに曲線を描いてあげるね。と、ほら、これ、ここぐらいまでできるようになると、なんかほら、人かけたような気になってきません？人がかけたような気に。どうですか？ほら、なんか、かけるでしょ？かけるね。かけるね。こんな感じで。こんな感じでね。立方体が描けるようになると、キャラクターの顔が描けるようになるんですよ。ね、こういうふうに描けるようになる。で、そのね、この輪郭のこのね、これ、この曲線の描き方も、直線。もともとはこういう直線。直線の集合体。直線の集合体でできてます、曲線。こういうふうにね。だから、これなんです。根本的な、これ。これ、ステージ1のこれ、ステージ1のレベルマックス、これがクリアできてね、これがクリアできて、ステージ2クリアできるとね、エクストラステージに進んでいって、箱が描けるようになると、最後はキャラクターの顔が描けるようになるってことね。最終的にはね、もうこの箱の助けを借りなくてもね、描けるようになりますよ、こういうふうに。あ、ちょっと、箱の助け借りると僕はちょっとやっぱり、下手くそなんでね。歪みますがね。こんな、ごめんなさいね。最後の最後で、ね、説得力がなくてごめんなさいね。なんかこんな風に書けるようになりますよっていうことです。はい。それではそろそろね、今日のまとめに入っていきたいと思いますけれども、何かね、私、こんなん書けたんだけれども、紹介してくださいっていう方がいたらね、今のうちに僕のダイレクトメッセージに画像を送ってください。ね、ここでね、紹介させてもらいます。ね、今日、ランさん送ってね、今日、ランさん画像を送ってくれました。ありがとうございますね。ありがとうございます。今日のまとめ、行ってみようかね。赤文字ちゃんどこ行った？赤文字ちゃん。赤文字ちゃん。これ。これ。よいしょ。よいしょ。はい。今日のまとめですけれども、もう最初にね。送ります。あ、送りますか。よし。受けます。受け取ります。受け取ります。ちょっと送っていただいている間にちょっとね、今日のまとめの、今日の一番大切なところに行っていきますね。線の練習の方法で考えた方が良いことは2つあります。1つは当然ですけども、まっすぐな線を描く。で、2つ目ね、今日やったゲームですよね。どことどこをつなぐのか。このね、どことどこをつなぐのかっていうことを意識して、一本一本の線を練習していってください。その意識づけのために、こういうステージ、ゲームのステージを用意しますね。レベル1、
丸直径2センチと2センチ、ね、距離は指の1本分ぐらいの長さ、ね、レベル2直径1センチの円と円ね、送りました、ありがとうございます。レベル3がね 0.5 と 0.5 で、レベルマックスが点と点をつないでいく練習、これがどことどこをつなぐのかっていう練習になります。どことどこをつなぐのかっていう意識はしっかりと持ってください。その意識を持ってやるとこういう箱とかが書けるようになります。エクストラステージ1ですね、箱が書けるようになっていく、丸をどんどん小さくしていって、最終的にはラストステージはこれね、点と点をつないで箱を作る。で、曲線のね、曲線の作り方も同じですね。点と点をつなぐ。それをね、ちょっとした曲線に置き換えてあげると、曲線が描ける。点と点をつなぐっていう認識は同じです。顔の輪郭も、こういうふうに、点と点をつないでできてます。点と点をつないだ直線でできてます。それをちょっと丸めてあげると、こういうふうになるっていうことです。で、送っていたと。あ、早い。早い。ランさん、早い。早いですね。ランさん、早いですね。またランさん送ってもらいましたけどもね。曲線の方行ってますね。曲線の方。曲線の方行ってますね。曲線もね、点と点をつないでいくような感じで書くってことです。できても、できてますね。そういうことです。そして立方体の感覚から人を描くっていうところまでやってくれてますね。早い、早いな、ありがとうございます。そこまでやっていただけるとは、ね、そういう、こう箱の感覚が身についてくると、このキャラクターの顔がねしっかり描ける。で、僕がやったのはこっち向きの顔だけれども、こういうね他の方向を向いた顔っていうのも描けるようになるんです。箱のね、ここ箱描いていただいてますけどね、箱の感覚があるといろんな向きを見たキャラクターの顔が、ね、描けるようになるっていうことがね言いたかったんです。先々言ってくれてありがとうございますね。こういうこと、曲線もできて箱が描けるようになると、最終的にはキャラクターがね描けるようになっていくっていう話でした。今日はねそういう話でした。はい。それでね、最後にお決まりのあれでございます。あれでございますよ。よいしょよいしょよいしょと、ね、今日のね、この辺、指が出てこないんですけど、指が出てこないな。リロードかけて。こう、指が出てこない。あ、出てきた。はい。パソコンでご覧になられてる方ね、このライブをパソコンでご覧になられている方、このあたりにね、高評価ボタンっていうボタンがありますね。今日のお話がね、私にとってためになったなって思ってくれる方いましたらね、ぜひぜひここね、高評価ボタンポチッと一回押して帰ってください。ポチッ。ね。そして、チャンネル登録がまだの方はね、このあたりですね。このあたりにチャンネル登録ボタンっていうのがあります。ここのチャンネル登録ボタンポチッと押して、チャンネル登録ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あ、今、高評価を押してくださった方が何名かいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。見えてますね。見えてますよ。増えた。ありがとうございます。ね、今、13個も押してもらってる。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。でね、今日のね、ゲーム的なね、線の練習の方法ね、どことどこをつなぐのかっていうお話がね、良かったって思ってくれた人はね、ぜひね、お友達にも教えてあげてください。こういうね、ありがとうございます。あと2つ、2人もまた高評価をしてもらえる。ありがとうございます。ありがとうございます。線の練習は減りませんでした。ありがとうございます。はい。役に立ってもらったらね、僕も嬉しいですね。で、こういう、このね、練習方法、こういう練習方法があるんだよってことに、ぜひね、お友達にもね、教えてあげてください。はい。で、このね、この最後になんだけれども、この練習方法なんだけれども、これね、23年ぐらい前に、ね、僕、代々木アニメーション学院、福岡校に通ってたんですけども、その福岡校、代々木アニメーション学院のね、福岡校にね、勤めていたね、デッサンの先生からね、この方法ね、聞いたんですよ。で、もう23年前に聞いたことだけれども、未だに覚えているっていうのは、これがね、面白かった。授業であって面白かった。で、今やっても練習になるって思っているからですね。なので、その受け売りではあるんです。ツイッターでも書いてますけどね。受け売りなんだけれどもね、こういう練習方法は面白いしね、ためになる。なので、皆さんに紹介させてもらいました。
その時のね、デッサンの先生、もう多分、やめられてると思うけれどもね。そう、デッサンのね、デッサンの線の描き方なんですよ、これ。弱にでこういうことを教えてくれます。代々木アニメーション学院にね、行ってみたいという人はね、こういう勉強もね、できるんだっていうこともね、知っていると面白くなると思います。代々木アニメーション学院。こういう勉強もね、教えてくれます。弱にね。僕、代々木アニメーション学院の卒業生でもあるんですよ。当時のね、漫画コミックプロ養成家っていうところの卒業生です。もう23年ぐらい前のね、卒業生です。懐かしい。懐かしいな。博多駅のね、南側に、当時ベスト電機があった近くにあったんですよ。ベスト電機の近く。ペンシルビールでね、上で声優家のね、声優家の生徒がこう、練習し始めるとビルが揺れるっていうね、そういうビルで漫画描く練習してました、当時ね。今でもね、思い出しますよ。その当時のことをね。楽しかったですね。弱いには楽しかったですよ。行ってよかったって思ってますね。で、まあそんな話もしながらね、今日のね、この話終わりたいと思います。はい。それではね、またこの次のね、ライブ配信でお会いいたしましょう。バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様でした。上編集おまわりさん、おつ。もののべ、漫画制作 J さん、お疲れ様でした。桜井天地のお絵描きチャンネルさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。